12代目、市川團十郎、8月6日から2013年2月3日は、日本の歌舞伎役者。矢号は、成田屋、縄文は三章、河右門は、行用ボタン。日本芸術院会員。本名は、堀越夏夫、拝名に、柏縁がある。11代目、市川團十郎の長男として誕生。父が創生した後は、自らの努力で芸を磨く。 スケールの大きい、骨太な芸革が魅力。重厚な存在感と、独特な愛嬌を合わせ持つ。市川宗家お家芸の歌舞伎を箱は元より、荒ごと、世話物、義太夫狂言、新歌舞伎と、多彩な役を演じ分けた。演熟期を迎えて、歌舞伎界の柱として期待されていたが、晩年には、白血病を発症、健康に不安を抱え、治療を受けながら、 舞台を務めていた。いとこに二代目、松本白鸚、二代目、中村吉右衛門、初代、小野枝達之助がいる。一方では、小学生時代から天体観測を趣味としていたために、宇宙への関心が深く、宇宙のなぎさなど、宇宙関連のテレビ番組や各種イベントへの出演も、積極的に行っていたこともあった。そうしたことから若田光一や野口聡一など、 日本人宇宙飛行士とも親交が厚かった。2004年、息子の市川新之助が11代目、市川海老蔵の襲名を発表した席で、せがれ、市川新之助がこの度、男十郎を襲名する運びに、相なりましたと発言した。すぐに間違いに気づき、男十郎じゃないや、えらいこっちゃ、と慌てふためいて、会場が笑いに包まれた、生前には、おいおい時期を見て、 団十郎の名をせがれに譲り、自分は、隠居名を名乗る考えがあることを明かしていたという。その場合には二代目、団十郎の拝名である、白猿を名乗るつもりでいたと考えられている。国際化社会になるにあたって、日本人のアイデンティティの拠りどころの一つとして、歌舞伎を役立ててほしいとの思いから、青山学院大学文学部客員教授や、早稲田大学特命教授を務めるなど、 大学教育の場で歌舞伎を通した日本文化の啓蒙、教育活動に熱心に取り組み、文化庁文化審議会委員として、日本文化発展を願う立場から積極的に発言を行っていた。また、長男、恵ビ蔵と共に、歌舞伎の海外公演にも積極的に取り組んでいた。また、旧姓、市川團十郎が、神奈川県茅ヶ崎市に別荘を所有していた絵にや 茅ヶ崎市出身の宇宙飛行士、野口総一との親交などもあって、茅ヶ崎駅、北口ペデストリアンデッキ21世、男十郎の手形モニュメントが設置され、2010年4月17日に除幕式が取り行われた。2011年7月1日より2年の任期で、全国骨髄バンク推進連絡協議会の会長に就任していた。ありがとうございます。